フィンランドにおける教育は、一般教養と職業の教育及び、高等教育からなり、これは成人教育と自由な教養活動によって保管されている。教育制度の期間は、皆の義務かつ、無償の9年間の基礎学校である。基礎学校の後の勉学では、職業学校か高校を選択でき、これは大学、または職業大学いずれかの高等教育機関に通じている。 フィンランド人はよく教育がなされた国民であり、その70%ほどが基礎学校を超えて学びを得ていて、人口の比較的大部分が高等教育を受けている。フィンランドは基礎教育の水準の測定比較において好調である。現行の基礎学校による制度は1970年代から採用されている。それ以前の伏線型の学校制度では、 人口が早くも10歳頃で2分され、一部の階級の古史家文法学校には行けなかった。フィンランドの教育制度は、3つの教育水準、つまり9年間の基礎教育、その後の第2期の教育、そして高等教育に分類される。成人教育は、すべての教育段階で提供されている。2015年からは、 翌年に基礎学校に入る6歳の子が修学前教育に参加することが義務付けられた。それ以前にもほぼすべての子供が修学前教育に参加していた。基礎学校の学級担任と教科教員そして職業教育の教員は大学の学位に加えて教育科学を収めている。子供園の教員と修学前教育の教員も大学の学位を持っている。 基礎教育は基礎学校つまり無償の一般教育を意味しており基礎教育法で規定されている基礎学校は普通子供が7歳になっている年に開始されるもし子供が心理検査に基づきすでに6歳で学校に入る準備ができているまたはさらに発育する期間が必要ならば親は1年間の学校の開始年齢の変更を申請できる 基礎学校を修了するには、普通9年間かかる。基礎学校に修了試験はないが、その後の教育に入る資格を与えている。フィンランドのすべての7の16歳の者には法による学習の義務があり、これはその子が基礎教育に参加すること、または親が何らかの別な方法で教育の世話をすることを義務付けている。基礎教育の過程を10年未満で修了した場合は、 学習の義務もそこで終わり得る。2017年の時点で、フィンランドには2276の基礎学校があり、そこに、計55万6742人の生徒が、通っていた。教える、際の言語はフィンランド語、またはスウェーデン語である。スウェーデン語の学校名がフィンランド語に、またその逆へも翻訳されてはならない。民族高校の新しい卒業生が、 頭に白い学生帽をかぶっている。基礎学校の後の教育には一般教養の高校教育と職業の教育が含まれる。3年間の高校教育では一般教養を学び高卒資格試験の準備をする。普通高校を終えた学生は職業訓練校または高等教育機関に出願できる。2017年の時点で フィンランドには340の普通高校があり、各高校では92,374人の生徒が卒業資格試験のために学習していた。普通高校の生徒数は2000年代には減少している。高校で教える際の言語はフィンランド語またはスウェーデン語である。ある高校の名前を別の言語に翻訳してはならない。なので例えば、 クリスチャイナンカヤ・ブンギン・ルキオとクリスティン・シュタズ・ジムナジウムは同じクリスチーネスタ・ド・高校の意味であるが別々の教育機関である。職業の基礎資格を取得した者はその分野の基本的な技量と仕事人生において必要なその分野の職業的な能力を持っている。修了資格の単位は180、技能点で履修期間は3年である。 以前の学業と仕事経験によっては、履修期間を短縮できる。2014年には、約7万2000人の学生が、職業の修了試験に合格し、そのうち53%が女性だった。職業の修了資格の取得者数は年々、増加している。大半の学生は、技術や、交通の、そして、社会福祉や保険体育の教育分野に在籍している。 職業資格と特別職業資格は追加的な職業教育である。これらは実践的な資格として履修され、修了試験への準備の教育が実施されている。3年間の職業基礎資格の合格者は、どの分野の高等教育にも志願することができる。旧ヘルシンキ工科大学での数学の講義。学術大学は科学的研究とそれに基づく教育に重点を置いている。 職業大学は実際的かつ仕事人生での必要にかなう教育を提供している。大学つまり科学芸術大学では学士号と修士号を、そして科学系大学院の学位である上級修士号と博士号を取得できる。2014年には約17,500人の学生が学士課程に、そして約7,000人が修士課程に入った。 博士課程には1700人弱の学生が進んだ。最も学生が多いのは、商業や経営の分野、そして人文系と教育の分野で、両者は約25%ずつだった。3番目に学生が多いのが効果と交通の分野で19、19%だった。職業大学の学位を取得するには、3.5から4.5年がかかる。 上級の職業大学学院への前提条件は、職業大学学院か、その他の適切な学位を持っていて、以前の学位を取得してから少なくとも3年間の実務経験を有することである。2014年の初めに施行された法律により、すべての従業員は最低でも年に3日間の職業能力を促進させる研修を受ける権利を有している。雇用主は、 研修を実施する際の経済的支援を受けることができる。失業中の求職者や失業する恐れのある人々には労働力政策的な成人教育が実施されている。その教育は職業資格またはその一部を目的とすることが多く、そのほとんどに実地訓練が含まれている。資格を目的にした教育とともにフィンランドでは 自由な教養活動の一環としての教育が、例えば市民学校や市民、社会人学校にて行われている。自由な教養活動では、一般教養や趣味的なこと、社会に関連したことを学習する。これは、夕方数時間の毎週連続するクラスか、終日行われる短期間のクラスから構成される。自由な教養活動の目的は、 生涯学習の原則に基づいて、一人、数との個性の多様な発達と、その能力が共同体において生かされることを支援し、社会における国民の力、等しい価値、多様性の実現を促進させることである。2013年における15歳以上のフィンランド人女性の教育水準。2013年における15歳以上のフィンランド人男性の教育水準。 人口の比較的大部分が大学教育を受けている。1990年代のフィンランドの数値は OECD 比較のうち世界で最高の部類にあったが2017年までに55カ国がこの指標においてフィンランドを追い抜いている。2013年において成人の約30%が何らかの大学家庭の学位を加えて約40%が 高期中等課程の卒業資格を有している。大学の学位を有しているのは女性の方が少し男性よりも多い。フィンランドでは大学教育を受けた親の子の方が受けていない家の子よりも8倍大学に入る可能性がある。ヘルシンキでは大学教育を受けた方の子供の約90%が中等課程、ほとんどが学術系高校を修了していて、 受けていない方の子供はそのちょうど半分だった。教育の水準はとりわけ PISA の調査を通じて世界的に評価されている。フィンランドはこれらの基礎学校の水準を測定する調査において成功している。その代わりに大学の水準を測定する調査では順位はあまり高くない。ヘルシンキ大学とアワルト大学はよくこれらのランキングにおいて 最上位になっている。フィンランドでは、教育を教育、文化省が評価、監督しているが、教育機関の有料差について、実際の序列の一覧を公表していない。例えばテレビ局 MTV さんなど多くのメディアは、入学資格試験の統計に基づいてなされた高校の比較を毎年発表している。ほとんどのメディアによってなされる比較は、 例えば入学制限を課した上での生徒の当初の学力を考慮していない。なので比較によって教育そのものの質が直接わかるわけではない。学校は中世の教会とともにフィンランドにもたらされた。フィンランドの最初の学校はトゥルクにあった。トゥルク大聖堂に付属して1200年代に設立された司教座学校では将来の司祭への教育が行われ、 これに加えて市にはドミニコ会が保持していた修道院学校があった。最初の高校は1630年にトゥルクで設立された。フィンランドで最初の大学は1640年に設立された王立トゥルクアカデミーだった。フィンランド全土の学校の地図、民衆教育は1800年代の半ばまで教会の支配下にあった。原則としてすべての親には その子がキリスト教の基本的教義を読んでわかるように教える義務があった。これは1600年代の終わりから教理の朗読説教によって監視され、そこでは聖職者が子供と大人にキリスト教の知識について諮問した。ただし両親の教える作業は教会が組織する巡回学校によって援助され、そこの教師は年に何度も教場を転々とした。 巡回する教師は民衆学校教育を受けられない村や地区の生徒たちに初歩的な学習の機会を与えた。1920年代の民衆学校の生徒たち、ウーノスユグネウスはフィンランドにおける民衆学校の父として知られている。彼は1857年に元老院へ民衆学校についての提言を出し、そして彼のその提案により1866年に 民衆学校令が交付された。法令は町が教会とは別の民衆学校組織を整備することを規定しており、これは特にスイスの先例をもとにしていた。民衆学校は4年制で、その設立は町にとって任意だった。教会の巡回学校もまだ数十年間は民衆学校と並存していた。ようやく百九十八年の校区編成令は町が すべての地区の集落の中心に民衆学校を設立すると義務付けた。ただし民衆学校への通学はようやく1921年の学習義務法で必須になった。平基地には長い移行期間が認められていた。ラッピトラやカルの最も遠い村ではやっと1950年代に民衆学校の制度に至った。部では私立の準備学校が 初等教育での中、上級の生徒について1940年代まで常に民衆学校と競合していた。民衆学校は1950年代には6年間に、そして最終的に1960年代には8年間に延長され、文法学校の制度も改められた。同時に学生の設計作業が始められ、その結果としてフィンランドは伏線型の学校制度から、 基礎学校の制度に移行した。かつての中学校は民衆学校の高学年と統合し基礎学校の上級課程になった。同時に以前の私立または州立の文法学校は原則として私立化された。高校は職業教育とは別の形の学校として存続した。基礎学校への更新は 1972年から1978年にかけてきたから南へと段階的に実施された。職業系教育は1960年代、1970年代に増加した。1990年代には最初の職業大学が設立された。教育に関する意思決定は1869年まで教会の支柱で行われていた。その頃に、 学校行政庁が設立された。職業訓練局は1966年に設立され、1991年に学校局と統合して教育庁になった。現在の基礎教育法令は1998年より施行されている。フィンランドでは社会的地位に関係なく全ての生徒に学校がある日中の無料の昼食が提供されている。 これは1948年から行われている。この範囲での学校給食は世界でも稀である。学童の歯科検診は1956年に法制化された。現在これは学校保険の一部であり、全学年の健康診断と保健診による開かれた応対もそれに含まれている。学校の心理士による支援も生徒福祉の一部である。年より自治体は 生徒1000人につき1名の心理士を確保することが推奨されている。ありがとうございます。